はい、どうも、ひぐるぐるです。まあ、これは4倍速で回してます。で、これはですね、DIY 初日かな初日で、ただに剥がしてます。で、まあ、よくよくはちょっと根だとか、おびき、と、あと、ここは、お風呂の隣の部屋なんで、まあ、ちょっと乾かしておきたい。まあ、もしくは、もしくはあれなんですよ。セールライトだっけ、ゼオライトだっけ、湿度調整剤を充電的に入れたいところなんで、先にこれ畳を剥がしてます。で、その車の出入りをするのに、まあ去年書いたブログでもありましたけど、雨が降るとこの駐車場出れないんですよね。コンクリートはあるんですけど、なんつうんだろう。車の輪立ちのところだけがなぜかタイヤがね、はまる、その車幅に対してのタイヤがはまるところにだけぴったりこうコンクリートがもう壊れてると、この嫌がらせにもなかなか程がある駐車場なんで、で、雨の日でも車がね、スムーズに出れるように、この灰畳に敷いちゃいます。ここで。まあ、大体はまあ、この灰畳を、こう、使い終わって、まあ、砂利を買ったらですね、まあ、後々、まあ今、焼却炉、家庭用焼却炉を買ったんで、それで燃やして床の下に入れる、草木灰だったな。灰にして、ちょっと湿度調整剤として使おうと思ってます。あと、シロアリ対策ですね。灰を床下に入れるっていうのは、まあ、そんな感じの意図で、今、この畳を畳んでます。もうそろそろ終わると思うけどね。年代物の新聞がいっぱいあって面白いです、この家。はい。まあ一応一番ここはネックだった。ネックっていうか何がネックっつったら、畳というか一番畳が古くて、その畳を処分して、で、今はちょっと車エンジンかける前に、タイヤの下にね、畳を敷いて、デコボコを埋めるっていうのをするんだけれども、まあ一番この部屋がやっぱりやられてたね、湿気で。特に一番川、一番向こうだよね。あそこの根田なのかな、端っこは結構かびてるから、まあ多分湿度が多いんだろうね。まあここ、お風呂場の隣だからしょうがないのかなと思うけどね。いやでも年代もんだよね。ほら、98年ワールドカップの記事だよ。三浦知良がなんか、あれでしょ。岡ちゃんの名言が出た年でしょ。わかんねえけど。代表から漏れるのは市川和、三浦知良のあの名言が出た年でしょ。多分。で、あとは結構年代物の新聞があるんだわ。で、ほら、あれでしょ？昭和45年、公害追放とかね。これ、ハエをアタック！クワッ！みたいなね。すごいよな。まあ、一応これ、荒床なのかな。でもさ、結構デタラメに貼ってあるよね。確かね、床を1枚で打ってないんだわ。荒床、これが荒床なのかな？それとも合板が買う金なかったからかもしんないよね。はい、じゃあ次はですね、駐車場にあの畳敷いていきます。はい、じゃあ DIY こんな感じっす。はい、どうも。で、まあここでもね、さっきの畳を、まあ、このようにですね、これは、納屋にあった板か、廃材を使ってやってたんですけど、結局その板って雨が降ると、一気に滑るんですよ。だから正直あれ意味がねえなと思った感じです。この人、倒したって。カメラ倒したの。
まあ大体こんな感じで、あのタイヤの輪立ちというか溝ですね、あそこにだけタイヤが落ちちゃうので、でそれを防ぐために畳で、乱暴にやってます。さっきも言ったんですけど、これはあれですね、はい、畳としても使えなくなるまでは敷いておいて、砂利を買うまではここに置いとこうって思います。大体これもまあ燃やしちゃいますね、ここに乾かして。でまあ乾きてなくても結構無理くり燃やして、あの煙出して、まあ、建物の通路側、道路側かな、あの蜂の巣がめちゃくちゃよくできるところがあって、まあそこを目がけて煙でいぶして、ちょっと蜂を転がせるというように、焼却炉を設置して、まあいろいろ燃やしていきたいとは思ってます。まあその時まだ電気が水道を引いてないんで、とにかく火事には気をつけたいとは思ってます。あとはここの施工ですね、駐車場の、これがちょっとひどいなので、まあ、あとはコンクリートハンマーやからですね、あとチェーンソーとかそれをやってくからになりますね。はい、まだ一体これで、まあ、駐車場は一旦車を閉めて終わりですね。まああとはここかな、あとはここら辺を埋めて、あとは終わりです。まあちょっとあと編集しとかないとね、大変だけど。じゃあまあ大体戻ってきて初日はここぐらいかな。ちょっとあとは税務署行ってエンジンかけて、確定申告していきます。